花園から世界へ。2015年世界にその名を知らしめた五郎丸選手にとっての花園とは。ワールドカップというのももちろん憧れというものありましたけども、自分自身がそこに立てるといった感じでは見てませんでしたし、まあ、そういった意味では憧れとしては、まあ表現変ですけども、花園の方が強かった。しかし待っていたのは勝負の厳しさ、聖地で得たものとは。まあ失敗という財産ですね。まあ、その失敗したことを、自分なりに挽回ではないですけども、まあ、したいなという思いでがむしゃらに頑張ってきた結果が今なんで、まあ、悔しい思いをしてから這い上がった人間の方がおそらく強いというふうに自分自身も思ってますし、これから本当に世界で戦える選手たちを作っていける環境が日本にもできたんで、自分の今の立ち位置というのを確認しながらプレーするのも、まあ、これからの高校生にとっては必要なことかなと思いますけどね。日々の努力、夢への近道。